僕たちの探しているそのカラフル色とりどりな美食がここにあるって聞いたんですけども、いやここって見たところ周りにあるのは果物の木ですよね。でもなんかビニールにくるまっていて何が入ってるかわからないんですけども、一体何が隠されているんでしょう。こんにちは。こんにちは。私今日色とりどりな美食をここにあるというふうに聞いたんですけども、ここではグアバを栽培しています。さまざまな色がありカラフルです。台湾で唯一紫、赤、ゴールド、白と揃っています。珍しいです。グアバでもそんなに色んなものがあるんですか。僕台湾で見たことあるのって中が白いのとちょっと赤くなってるもので、日本ではそのグアバすごい少ないので、僕ジュースでしか見たことないんですね。もともとそういう果物のグアバは見たことないんですけども、台湾に来て初めてグアバを見るようになったんですけども、しかもそれがいろんな色があるなんて、色とりどりなグアバをぜひ紹介してください。これは赤です。赤いグアバです。皮が緑、果肉は赤です。これは皮が緑、果肉は白、真珠と帝王です。これはスイカグアバで形がスイカに似ています。一つ取って中身を見てみましょう。皮は緑、果肉は赤です。どうぞ。わ、皆さんこれ見てください。綺麗な色、赤色です。香ばしくて特別です。じゃあ早速いただきます。一般のとは違います。サクッとしています。あ、でもすごい味が濃いですね。栄養価が高く、アントシアニンが豊富です。いや、普段食べてるグアバもあんまり中身が赤いグアバって自分で買うことはないんですけど、いやこれすごい味が濃くて美味しいです。グアバの木って僕イメージ的にはすごい高い木なのかなと思ったんですけど、結構木は低いんですね。剪定しています。高さを固定すると仕事が便利です。取り入れが楽なんですね。これなんでこれでこうビニールで包んであるんですか。グアバには特性があり袋掛けが必要なんです。袋掛けをしないとこれぐらいにしか育ちません。袋掛けをすると掛けた後に実は成長し一斤 600g になります。これが特性です。すごい珍しいですね。それに袋掛けをすると症状梅が来ても実を食われないので生産量が増えるんですね。普通のなんか果物って言ったら太陽の光いっぱい直接受けたらすごい大きくなるかなと思っていたんですけど、いやなんかそれとは全然違うんですね。びっくりしました。そしたらさっきあっちは中身が白いっていう風に、はい、ほら、はい、これはもう取れます。これですか。はい、取って開けてみてください。これでも売れてます。ちょっとなんですか、全体的にもちょっと白いですよね。白ければ糖度が高いんです。どうぞ。食感が違います。これは全部真っ白です。酸味がないので糖度が高いんです。すごい甘いですし食感もすごい柔らかいです。さっきのと全然違いますね。それに甘みが出てきて喉越しが爽やかです。これすごい甘みが強く感じます。紫芋グアバをご紹介します。これはサクサク感があり、あれは実が柔らかいです。見た目は同じです。今他の、木の中を通ってきたんですけど、これだけ色が違いますよね。この木は特別で葉や枝が赤みを帯びて花も果実も
赤紫色です。身は柔らかめで食べると里芋の味がするんです。食べてみてください。はい、お願いします。紫芋っていう名前のつゆ、グアバ、一体、お、ほら、違うでしょ。え、これ色も全然違いますよね。これ知らない人が見たら腐りかけているのかなとかって勘違いしちゃうかもしれないんですけど、いや、これじゃあ中身はどういう風になってるんですか。赤紫色でサクッとしています。今切ってお見せします。ジャムにしてもいけます。ほら、里芋みたいな色でしょ。はあ、本当に紫色してます。季節によって変化します。ある時は赤みが濃く、ある時は薄くなります。季節によります。じゃあいただきます。どうぞ。おいしいですよ。食感もいいです、うん、あの一口目はなんかちょっと酸っぱみが来るんですけども、噛んでるとすぐ甘くなりますよね。それがこの農場の特色なんです。早生栽培なので食べていると甘みが出るんです。早生栽培というのは草には繊維質があり、窒素、リン、カリウム、マグネシウム、カルシウムが化学構成します。しかし早生栽培ですと大量の草が必要で、草がたまるとようやく繊維質が生まれます。繊維質があるとサクサク感が生まれ、水分があるため甘みが出てきます。これが最大の特色です。この効果は10年以上の早生栽培によって得られました。じゃあすごい長い時間をかけて作られたものがここで役立っているということなんですけども、いや、この色も僕初めて言いましたけど、いや、これ本当に普通では、まあ、見ることはできないですよね。ええ、よそでは見られません。特別ですし量も少なく季節性のもので、一年中あるというわけではありません。さっきのはサクッとしていましたが、次は柔らかいのをご紹介します。ゴールデングアバです。おー、中はほら、今はこのように黄色だけですが、中身は金色なんです。違うんです。食べてみるとパッションフルーツの味がします。え、ゴールドキウイって名前を言っていて、食べたらパッションフルーツの味がするっていうんですけども、いや、一体どんな中身になってるんですか。トモさん、とってもいいですよ。柔らかいです。押して引くと取れます。あ、すぐ取れました。じゃあ、はい、はい、お願いします。中身は金色です。よそにはありません。綺麗でしょ。すごい綺麗な色ですね。柔らかくなると香りが増します。さっきのとは違います。台湾では年配の人の多くが歯が悪いため柔らかい方を食べます。しかも本当にパッションフルーツの味がします。味はパッションフルーツでもグアバです。いや、どっちもトロピカルフルーツなんでちょっと頭が今混乱してるんですけど、いや、グアバ、これ、まあ、これ今もう触ってみても柔らかいのが分かるんですけども、いや、びっくりしました。これじゃあ次のグアバも、はい、お願いします。柔らかくて中身は白です。どうぞこちらへ。はい、はい、あ、これはちょっと、あ、これももっと柔らかいでしょう。これは、はい、すごい、もっと柔らかいです。こう触っただけで、はい、柔らかいのは分かるんですけど、それに香ばしいです。違うでしょ。香りが違います。はい、いい香りでしょう。果肉は白です。中は白いです。でももうここにいても香りがすごい匂ってきます。香りが強く食べなくても味がします。柔らかいでしょ。
すごい赤い、はい、これはとても繊細でしょう。今まで食べたグアバの中で一番赤い、うん、全然グアバとは思えないですよ。ビルの1階に1つ置いておくと香りが3階まで漂ってくるんですよ。美味しいです。こちらがゴールデングアバなんですけども、でこちらが、ミーシャン、まあ、蜜の香りがする、グアバだそうです。まあ、どっちもすごい柔らかいんですけども、あの味がやっぱり違いまして、こちらはちょっとはっきりした味で、こちらはすごい香りがよくて柔らかいです。いや、びっくりしました。もうこれだけ取ったら、あのこのままグアバたくさん食べられますよね。まだ作業が残っています。後でグアバの食事をしますが、グアバ茶の葉を取っていません。新芽とワカメを摘みます。これらは全てそうです。この葉、はい、これです。摘みます。おー、18キロあっても火に当てると 0.6 キロです。おー、30分の1になってしまうということですね。そうです。これがあのグアバ茶の原料になるって僕も全然知りませんでした。大変貴重です。1本しかないんです。こんなに長いのに葉はわずかです。これすごい後ろにたくさんあるんで、じゃあ早速取りたいと思います。これでも大丈夫ですか。はい、いいですよ。じゃあこれってそのグアバ茶とかって言っても、普通にあのお茶を作るのと同じ作り方をするんですか。方法は同じですが発酵します。今作るのはグアバ玄米茶で、まだ発酵してません。発酵すると口当たりが変わります。グアバ玄米茶を直接火に当てると18キロが 0.6 キロになります。貴重です。30分の1になってしまうってことはすごいでしょ。今たくさん取らないと後でちゃんとお茶がたくさん飲めないってことですよね。そうです。じゃあ頑張って取りたいと思います。